今日はジンジンャーエーエルですねサントリーのジンジャーエール贅沢ドライ何が贅沢かなんかボトル変わってますねここの首下の部分でっていうんですかねここがなんか特徴ありますねそれジンジャーエールっていうとカナダドライとかウィルキンソンそこら辺が有名ですけどサントリーってあったんですかね まあなんか香り的にはウィルキンソンのドライちょっとツンとくるっていうか刺激があるそんな感じですねまあウィルキンソンのあのドライのちょっと痛い感じあれはないですねまあかすかに痛いかなってそんな感じですねただその生姜のその匂い匂いというか香りですねそれはありますね もう生姜の生々しい感じのあの香りそれはしますカらトド,ドライってどっちかというとなんかジュースでまあジンジャーってあの生姜って言われなければわからないぐらいの味付けなんですけどこれはまあ生姜味しますね生姜味するけどまあウィルキンソンより刺激はもう ほとんどない多少ある,あるぐらいそのくらいですねまあそのまま飲むのがいいしまあカクテルのベースだとまあちょっとパンチが足りんかなって感じですねまあカナダドライでいいと思う人だったらまあ次のステップとしてこれがいいかもしれないですね、まあ、ウィルキンソンとカナダドライの その中間を取ったような感じまあちょいカナダド,ドライ寄りかなって思いますねまあこれはおすすめです見つけたら飲んでみてください以上です